はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル。今回はこちらの、三田村くんですね、を使っていこうということで、っていうかさ、こいつ何、男なのもう初めて見たときさ、三田村千秋だと思って、普通に女性キャラだと思ってたんだけど、なんか男みたいですね。で、まあ、こいつのね、ピックアップガチャが来ているのと、あと、ブレインマッスルのサクチャレ開催が決まりましたので、まあ、そちらについてちょっといろいろと考えながらやっていこうかなと思います。で、三田村くんは、コントロールキャラの、テーブルが、まあ、得意練習率アップと試合経験点ボーナスがついているテーブルになります。で、固有持ちで、精神ボーナス、得意練習率アップがついているので、まあ、かなり得意練習には来やすいかなと思います。でただ、やる気効果アップとかがないのでタックが重なった時はねそんなにね伸びないと思うんですよね。で、コツの方がクイック、逃げ玉、根性、低めと、まあ、かなり優秀なコツになってると思います。クイックも貴重ですし、根性、低め、逃げ玉、まあ、全部ね、金徳の解骨になってるんで、かなり他のキャラとも組み合わせやすいかなと思います。で、金徳の方がこれなんだ先手必奪っていうのなんか最初にストライク取るやつと、内無双これが選べて両方とも確定になってます。でただ確定ではあるんですけれどもコツは絶対1で、取得するような感じになるのかな。でねブレインマッスルサクチャレなんですけれども一応特攻キャラについては投手がかなり有利そうですね。組みやすいと思います。で、同種のポジションを、入れるとまあ、パーセンテージがアップするっていう感じで、投手、キャッチャー、内野、外野っていうような、括りになってます。で、捕手に関してはもうトシ君1人しかいないのでもう論外なんですけれどもやっぱりね投手キャラがかなり多くて、まあ、使いやすいキャラも多いので、まあ、今回はね特にルナちゃんとおねちゃんが、結構核になりそうですね。俺両方とも持ってないんでまあちょっと前の動画でも言ったんですけれどもどっちかを持ってればねどっちかを借りることができるんでいいんですけれども、まあ、ただ本当に投手で組もうとすると、まあ、今回はね、三田村君をお借りしているのでルナちゃんは、お借りできてないんですけれども、まあ、ルナちゃんをお借りして他の投手で組むっていう感じになっちゃうんで、まあ、一応ね内野手を見てみたらまあ、内野手もありかなっていうのもちょっと思ってます。まあ、ただね、おねちゃん、ルナちゃんあたりを持っている人でいくと、まあ、多分投手で組んだ方がやりやすいとは思います。まあ、試合がどうなるかっていうのはちょっとわかんないですけれども。で、今回、まあ、それを踏まえた上で、特攻キャラで来ました。で、特攻キャラについては、一応ね、ポジション別でまとめたのをブログに載せました。てかね、最近ブログをやり始めたんですよ。で、ブログは、本当にもうパワプロのことしか書いてないので、説明欄に、今回のブレインマッスルサクチャレについての特攻キャラの、記事を載せておきます。これね、めっちゃくちゃまとめるの苦労したんで、まあ、ぜひ見てください。まあ、簡単に言うと、投手特攻キャラ1は誰々、投手特攻キャラ2は誰々、で3は誰々っていうのでポジション別にまとめましたので、デッキを組むときはかなり参考になると思います。で、今回はカオルちゃんプラゴの、暗黒嵐丸、アンドロメダか、アンドロメダ嵐丸プラゴの、神鷹で、眉村を入れて、ビビちゃんを彼女キャラで連れてきてます。で一応ここでのポイントはやる気効果アップで固めてある感じですね。で、他に暗黒スバルとかもね特攻キャラになってるんですけど多分暗黒スバル入れると前指がめちゃくちゃ重くなるんで、まあ、そのイベント的には完走は別にしなくてもいいんですけれどもちょっと重すぎるっていうのと、やる気効果アップだったらやっぱり神鷹の方がいいかなと、思って神鷹くんを連れてきてます。まあ、多分投手でいくと、この三田村君を、ルナちゃんに変えてやっていくっていうのが俺のデッキの中では、まあ、一番かなと思います。いやールナちゃん持ってないの痛いよね。で、練習を見ていくと、まあ、まずは球速で評価を上げていきましょう。あ、ちょっと待って練習の用意ができました。へえ、結構かわいいマネージャーがいるんだなみたいな。いや、今のは男だ。マジかー。こいつ男かよ。嘘、この子が男。三田村です。おう、俺はその、じゃあな。何にもしてないけどね。まあいいか三田村智明だね。まあだから投手はもう本当にね、タッグが固まってかつ試合はどうだろうね、ブレインマッスルだからねピンちゃんの方がいいと思うんですよね。てか何にも考えないで練習しちゃったけど、多分サクッとでやるとねもう本当にはまらないと点数はね出ないと思うんですよ。多分最悪サクチャレ中に更新できないっていう恐れがあるんで、それを考えると1回ピンチャンで点数を出しておいて、まあそれなりに点数が出たらまあピンチャンじゃなくてサクッといくっていうのもありかと思いますけれども、多分相当ハゲ上がると思います。まあ俺はね一応今のところはそのガチャとかを引いてない今の状態でいくと、まあ内野手でいこうかなと思ってます。内野手は一応特攻さんで、一条とギブソンジュニアと誰だっけ能見くんがいるんで、一応この3キャラを入れればまあそれなりにボーナスは伸びるかなと思ってるんで、まあ数をこなすのはね多分野手の方がやりやすいと思うんで、まあそれでまあある程度の点数が出たら投手もちょっと試してみようかなとは思います。てかコツが全然来ないねまだ1個も取ってねえんじゃん。これは監督評価も上げつつ、これは一応ちょっと見るで内容がちょっとわからんから見ないと。これは普通のイベント女子力の理由、こっちがあれか金徳ですね。で違う、女子力の理由は2つあって、日常編とお悩み編があって、こっちは普通の方ですね。選択肢は2つ、上が体力を回復しつつちょっと経験点で、下も体力回復かで精神がいっぱい入る。うーんどっちにしようかな。下は評価もちょっと上がるのか、まあこれはまあ評価上げていきましょう。最初だし男らしいのに勘違いするなんておかしな話だよな。本当か本当にそう思ってるちょろいさてランニングも学校の近くまで来た。アクセサリーショップ100円台も結構買いのがある。カップル限定ケーキ食べ放題。ケーキ食べ放題行ってみましょう。いやでもカップル限定って言ってたぞ僕の経験上黙ってたら絶対にバレない。なるほどね。で、ビビちゃんの評価は勝手に上がってくんで、まあ、嵐丸って何があったっけ、コツ伸びとなんかだよね伸びとなんかって、あ、ポーカーフェイスとか持ってたっけ。まあ、とりあえず電池をもらっておきましょう。まあ、ただね、内野手やろうとするとね、能見くんがね、やる気効果アップついてないんで、そこもね、ちょっと厳しいところではあるんですけど、とりあえずひらめきが発動していたので、まあ、まずはひらめきを消化していきますか。投手はね、あとどうしても電池がね不足するんで、そこがきついところですよね。で眉村はバントもらえるのでもらっておきましょう。あとは敏捷ポイントをちょっと、いいね、柔道受け身練習、これで敏捷が稼げると。じゃあバントも早速取っちゃいますか。伸びはねさすがに取れないんで3では、今いくつになった ?3 だよね。ポーカーフェイスは直取りするか、敏捷ポイントあるしね。でバント封じ、カッチュンは無理か、リリースも無理だね、技術が足りない。守備 7% か、どうするよ。でミックスする電池はないから、いやこれはちょっと安全にいこう。眉村の評価とスカウトさんの評価を上げつつ体力を回復する。でこれはどうしようかな。ダメだにしようか。結局ねポイントなんで、ポイントをとにかく稼ぎたい。ここに3人いるけど、あ、ビビちゃんか。1回練習しておくか。これで乗るしね。これで乗るしねって本当かよっていう話だけど、よしよしよし。電池をゲット。あ、待って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 、来たね。お悩み編。これが金徳か。何の用だ？スタミナがない。野球の話。変な話の。何の話だよ。スタミナを鍛えるなら投げ込み、走り込み。バッターあたりの球数がやたら多かった。球が遅いので、基本的にはかわすピッチング。かわすピッチングって何？で、変化球で勝負は、イベントが切れますね。で、下2つで続くんですけれども、これは体力が回復。で、下は経験点。結構、イベント優秀だね。こう選べて回復か経験点か選べるっていうのはかなりいいと思いますね。今のやり方に問題がないか検討しましょうと。こいつの笑顔にドキッとしたぞ。俺は男に興味ないはず。いや、それは分からんぞ。いつ何時心というものが変わるかは分からんからな。102点。まあいいや、評価が上がってくれればそれでよし。上高と嵐丸か。ビビちゃんは乗ってるね。ただ技術20プラスか。それはそれでいいけど、まあとりあえず評価を優先しよう。で、告白もう来たか。よしよしよし。で、ハイスピンジャイロはね、別にかぶってても全く問題ないんで。経験点なんでね、重要なのは。眉村君だからどうしようかな。ジャイロボール取りに行ってもいいかもね。ただジャイロボールってやろうとすると経験点的にどうなんだ。成功すればまあそれなりにもらえるかもしんないけど、失敗する可能性があるからな。まあ、それを言ったらハイスピンジャイロも一応失敗はあるからね。上高がまだ乗らないのか。スライダーはもう早めにちょっと取っておきたいけど、まあ精神か。そういやそうだったな。ちょっと待って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 、話が進んできた。まあ多分走ったんだな。でやっぱりスタミナがないと。いや、倒れるまで走るか。うわー、倒れている三田村の姿が妙にそのいかんいかん。三田村は男、俺も男でノーマル。男なんかに興味はない、絶対ないぞ。その間話でもするか。兄弟がいるんだ。4人兄弟、末っ子、他が全員女。あ、なんだ、実際そんな感じと。小学校を卒業するまではスカートを履いてた。マジで。僕自身大きくなったら女の子になるって思ってた。よくよく考えてみたらある意味実現している。おお、いいね。体力の最大値が上がる。まあ、これはしょうがないよね、体力下がるのは。いや、イベント内容も全然悪くないね。さて、ここで全員の練習が変化と。メンタル。お、嵐丸くんがいるじゃないか。これはやっておくか。ちょっと上高の評価が乗ってないけど、精神キャラがね、本家に来るとすげえ助かるんですよね。で、日野はくぐり。緊急登板。さらにひらめきがあるから、上高のコントロールか。まあ、これはやっておきましょう。上高も多分ギリギリ乗ったね、そうすると。で、知恵の輪。で、頑張りすぎ。あ、これは嵐丸か。何にしよっか。ちょっとな、技術にしておくか。無難に。おお、入るね。限界値がどんどん上がっていくな。まあでも 17% は危険だからね。ここはデートをしておくか。ビビちゃんのデートはやる気がどうだったかな。ちょっっと一応ビビちゃんのページを開いておこう。インターネットはやる気は上がったと。いや、またやる気が下げられた頑張りすぎ。これはああ、すげえ上がるね最大値が嵐丸、ちょっと一応見よう。対強打者か、まあ、対強打者は普通にコツは掴んじゃうか。で、精神。ここはなんかある体育かポイントか。で、コツが来てる。お、0%。眉村くん、上高か。上高、やっときたい気もするんだよな。スライダーをね、早めに掴んでおきたいんだよね。ちょっとほんと邪魔だから。でもまあ練習か。で、2周。これはちょっとメンタルをやらざるを得ないな。次。ちょっと待って。メンタルでもあれか。練習できる体力量にはいかないか。ちょっとデートしちゃおう。で、3周目に練習をすると。で、ビビちゃんは基本的には毎回回復はあるのかな。そんな頻繁には使わないからな、ビビちゃん。大変だったねと。よしよしよし、経験点はねくれるね。嵐丸がいるけどコツが来てるのか。なんかわりかし直取りできるのあるか。低めとかもね結構安っちゃ安いんだよね。低め取ろう。あとはリリース取って勝ち運取って、逃げ球は94だしな。対強打者もまあ重いよね。緊急登板で内角もね結構安いんだよね。内角取ろう。よし、これでいきましょう。これでどっち行く眉村も奪三とかあるからな。結構いいんだよね。監督がいるからこっちにしよう。で、コツ逃げ玉。よし、ジャイロボール。まあ一応投げたい。どっちにしようかな。まだ悩んでるんだよね。で、12月が終わったんで、そろそろちょっと電池の消耗を考えないとね。とりあえずタッグが揃ったところからどんどんやっていきましょう。おお、体力はめちゃ回復するな。で、コントロール。あー、カオルちゃんマジかマジか、カオルちゃんまだだったか。緩急は重いな。根性どうしようかな。根性は取っちゃうか。精神はそれなりにあるからな。もう能力とかはねどうでもいいからね。どうでもいいって言ってもあんまりどうでもよすぎると試合で活躍できないからね。練習まあいいでしょう。で、ちょっと待って、はい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 。何の同意書。下級生の教室で何の用。提出期限の書類。監督に言われて取りに来た。ああ、なるほど。知っていたらでいいけど、グリーンピラムってどんなの。先週に出た香水、ピーチとジャスミンの香り。ちょっと癖が強い。なるほど、全然わからん。この前見せてくれたクリームチークって何。ああ、待って待って、こっちじゃない頬紅のこと。はあはあはあ、なるほど。パワー堂の近くのコスメショップに昨日まであった。男らしく見られたいって言ってるよな。ちょっと待って選択肢ありか。一番上が、まあ、体力回復か。で、速球中心がつく可能性がある。ランダムだね。で、女っぽいところをやめようっていうのはやる気が下がる。でも体力が40回復する。調子安定で、一番下が体力が回復して、基本的に体力回復だね。で、変化球中心。どうしようかな。これ調子安定にしようか。やる気が下がるのか。まあいいや。とりあえず女っぽいところをやめよう。自覚してないクッキー焼いた。うん、うまい。いやでもまあ男でもねお菓子作りが趣味の人はいますからね。よし、初詣。ここは大吉をお願いします。やる気が下がってるんで大吉になるとやる気上がるよね。まあビビちゃんには人柱になってもらって中吉か。まあいいや。さてそこから眉村が本家だからね、ちょっとちょろ回しをしつついきますか。これ他の人回しちゃっていいかな。休息か。ビビちゃんはな変なのに変わっちゃうからな。まあいいや、回そう。町のゴミ拾いやろうっと。まあ、ダブルはね無理やり合わせに行くっていう感じでもないんで、今のは精神でもよかったかな。かおるちゃんが本家本元だからさらにやる気を下げられた。これはちょっと回復したいな。あ、これはエクスプロージョンか。経験点的にはどれがいいの？なんか評価がさ上がらないやつとかあったよね。一番下もう何もしないでくれ。結構かわいそうだけど経験点のためだ、しょうがない。80もらえるからね。嵐丸コツがあるね。ここは2人か。でもやる気がないからね今。26、まあ、コツのことを考えるとここでもいいかな。とりあえずやる気を1段階でも上げたい。これはそうだね、うん、いいねいいね。やる気も回復しつつ体力も回復。スタミナか。3人か。どうしようかな。ちょっと回すか。サメと競争とかなんかよくわかんないようになってんだ。メンタルを止めておこう。うーわ、誰も来ない。そして何にも起きない。おー、休息が来たね。これなんかあるね、いろいろと。いっか、これであんまり電池も無駄にできないし2人いればいいでしょう。残り2ターンだったっけで、ジャイロボール。これは CD を渡しましょう。どうするいや一般的なジャイロにしとくか。ロッククライミングで嵐丸。さてさてさてどうしようかね。クロスキャノンとか別にいないしな。ちょっと嵐丸久々すぎてあれだけどちょっと内容を確認しよう。一応これで変わるんだっけ。暗黒嵐丸。どっちだこれ付き合ってみるだと君が残してくれたものになってクロスファイヤー系になるのか。でやめさせると鉄腕系になるんだよね。まあ、両方とも成功失敗はあるのか。経験点的にはどうだろう。なんかわからん。鉄腕にしよう。軽い方にしよう。でメンタルは誰？眉村か。どうすっかね。ただバレンタインも近いからね。次練習できるか。この体力量で激流川下り。バント封じはもう覚えてる。でミックスと。さて何にもない。ここはちょっとな。どうすっかな。特に、スタミナに2人いてもしょうがないしな。ビビちゃんに至っては打撃になってるし、ちょろちょろ回す和太鼓、これにしよう。で1回回そう。 OK。 あ、空気椅子になった。まあいいや。で 8% か。やろう。こういう勝負も必要だ。まあ1桁だったらね。あ、待って待って待って、もう勝手に始まってった。スタミナ伸ばす特訓をやってきた。あまり向上していない。同じ練習を続けるよりも発想の逆転が必要と。投球を見て気づいた。それは一体なんだ。あ、ここであれ決めるのか。内角に投げてない。初球にボールが多い。上だと内無双、下だとこれ線って筆だっていいのかな、読み方は。まあ、これもどっちかなんで、軽い方にしよう。てか内角は取ったもんね。バッターに当てるのを恐れている。それはあるかも。精神力を鍛えよう。えぐい内角攻めができるようになれ。内角への強気な攻めができれば少ないカウントでバッターを打ち取れる。なるほど、こいつ詳しいな主人公。俺が打席に立つから思い切って投げ込んでこい。これ沢村君と一緒に練習するのがいいんじゃん。沢村君もなんかイップスだっけ、なんかデッドボールやっちゃって内角に投げられなくなりましたよね。今治ってると思うけど。で、おお、いいねいいねいいね経験点はくれるね。空気椅子というかやる気上げてくれ。あ、リリちゃん、これ選択肢があるんだよね、バレンタイン。どっちがどっちだっけ。体力を思いっきり回復したいんだよね、今の状態だと。そうするとちょっとだけか、ちょっとだけ食べよう。体力最大値はね、もういろんなイベントで上がってったから、まあ大丈夫でしょう。おお、めっちゃ回復したな。さて急速に、おお、2人揃ってるね。で一応ちょっとちょろ回しも見てみる。1回ロックを外しましょう。嵐丸と三田村ちゃん、球速綱引きがいけそうだね。いけないか。変化球変化球、ビビちゃんちょっと変化球で止めておくか。どうすっかな。筋力がいないとダメ筋力なんてビビちゃんしかいないから、あ、無理だな。もうこれでいこう。無駄に電池を使ってしまったけど、まあそれはしょうがない。まあ少し能力も上げていく。いやーでもな、サクチャリに関してはまあ本当に経験点が重要だから、神高がいるのか。これはちょっと合わせたい気もするね。本当に取ってこう。もうこれは取れるものはキレとかも取ろう。投手を取っちゃうとポーカーフェイスがなくなっちゃうから、重い球も取ろう。尻上がりもいけるんじゃない。で逃げ球も取るでしょ、対強打者も取るでしょ。内無双も取っちゃおう。先制ストライク、これもあんまり実は高くないんだね。取っちゃおう。よし、さてこっからの上高がな、1回で合えばいいんだけどな。変化球変化球で止めて、流体力学講座が発動すればまあいいかな。おおなんか発動したけど、おい上高お前だけだやっぱ2タックを無理に合わせる必要はないよね。キレは取っちゃったけど、まあいいでしょう。ムーンサルトで経験点を取っていこうと思ったら、リリーフか。まあリリーフの場合はちょっとね、投げないと出番がない可能性があるからね。で全然変化球がないまあやっぱりフォークかな。フォーク2とか。いや厳しいね、やっぱり自分のデッキだと。プレインマッスルサクチャレはよしよしよし。これは勝手に投げて終わってくれたかな。 OKOKOK 監督評価さえ上がってくれればとりあえずはいいんで。あとはね、また例によって報酬が誰になるかなんですよね。鉄棒ムーンサールト60。いや変化球ポイントは足りてなかったから。おお上高くんこれはどうしようかな。打たれ強さを1で完全に掴んじゃうか。打たれ強さって誰かいたっけ、持ってる人。あ、2で掴めるのか。それはでかいな。かおるちゃんもいないでしょ、こいつもないでしょ、神高もないでしょ、こいつはむしろ打たれ弱いでしょ友明くんもないでしょ。ってことはそのまま置いておいてもいい。3人いるね。3人やりたいな。3人はやりたいね。ただ今のひらめきがスプーン曲げか。いや、これはちょっともう3人で固めちゃおう。ビビちゃんは置いておく。うわ、誰も来ないマジでビーチバレーとかよりとりあえず嵐丸。よーし、来た。で、3人だと、ああ、いいねいいねいいね。まあわりかしハマりにはまったわけではないんで、3人でこれくらいの消耗だったらいいでしょう。でかつ綱引きとかも来たんで。でこれはおお、一応成功はした。変化球2人。あ、無理だな、これはデートだな。普通に体力がなさすぎる。で今何回目。カキンカキンカキンって3回目か内容的におお、いいね。60回復してくれるとありがたい。さらにここでも回復。でこれで上高のあれか、上高も最悪成功しなくてもいいからな。うわ、3人いる。3人はやっておきたいやっぱり。上高もいるしね、本家の。0から3人合わせるのは結構きついんだよね。ただビビちゃんを合わせておこう。うわ、誰も合わない。おーし、2人。あ、ちょっと待って、これとフライングランチャーだって何。ああ、そうか、ちょっと前村を開けておくか。球速に合ったね、リリースとコントロール。いや、待って待って待って、これはやっぱりね、タックよ、タックの方が重要よ。フライングディスクになってるけどな。ちょっと待って、逆よ逆嵐丸、とにかくお前だ今回の肝は。よし、来た。スプーンマリを発動してるからこれでいいでしょう。3人、まあ、変化球キャラが1人しかいないから、まあしょうがないっちゃしょうがないけど。スプーン曲げ。でこれは回復しておくか。パート遊ぼう。いいね、めちゃ回復した。これでまた練習ができる。変化球1人か。だったらコツにする。前村はなんだっけ。あと奪三振か。奪三振も重いんだけど取っちゃっていいかな。100めっちゃ使うね。やっちゃおう。鉄腕も取る。鉄腕はほんといいよね、調子安定があるからか。クロスファイヤーとかもやっぱ技術だね。投手はね、やっぱり技術が必要になる。これはこっちでいきましょう。おお、これはうん、まあいい、しょうがない。もうサボり癖はほんと嫌だからな。ただやる気が。おい、ここでまた喧嘩かい。喧嘩はとりあえずやる気は下がらない体力は下がるけど。ここに1人、コントロールは2人。コツがある上高、低めと奪三振ってことはスライダーか。まあ、上高くんは最近ポイントをくれてたからね。普通に練習しよう。あ、敏捷くれんだ。やる気変化球2人。コツがあるからな。ちょっと回すか。やる気がないけどちょっとと待ってね、これ止めるでしょう。うお、何にも発動しない。ビーチバレー、ビーチバレーってどうやってなってんの。守備コントロールだから前村は止めないといけないのか。まあいっか、これで。三田村君はこっち全部どっかっけ。ビーチバレー、打球反応。あれ、今敏捷ポイントどうなってる。これは金徳を切ったりすると経験点とかどうなるんだ。まあいいや、とりあえずもらっとこう。もし金徳を切ってここでねポイントがいっぱいもらえるっていうんだったらそれもありかもしれないですね。ちなみに薫ちゃんって評価まだマックスじゃないんだ。もうここはデートをして体力を回復しましょう。あとはどれくらい体力を回復してくれるか、やる気を回復してくれるか。これはやる気上がるでしょう。よしよしよし。で、コントロール眉村1人。まあこれは普通にやっておくか。ブレインミックスって何か回せるのある。あ、フライングなんちゃらね。変化もう一人変化か。守備ああ1回だけ回す、1回だけ回そう。ああ変わったやったぜ。大したあれじゃないけど、まあこっちだな。で、敏捷ポイントはわりかし残ってるから打球反応も取りに行きましょう。さあこれどうするそうか、これどうするも何もなかったわフライングディスク、フライングディスクって何するんですか。これも敏捷ポイント手に入るんだ。ブレインマッスルは結構敏捷ポイント入るのが多くていいね、よくよく考えたら。打たれ強さもつかんじゃうじゃん。クイック、なんで俺クイックなんて持ってんの。まあいいや打球反応も使う。もうあとはハイスピンジャイロ、これ掴んじゃう能力がクソだからなったら復活もせっかくだから使う。もう大丈夫かマジで、これ試合大丈夫か。一応見ましょう。変化球3人か、これは無理だな。まあ、更新できそうだったらもしかしたら攻めてもいいかもしれないけど、ちょっと今はね攻める気にはなれないですね。だからこういう時にねあれがあると、ドリンクがあるといいんですけど、ただねお守りがないと何回かね追わないとデートだけだと無理なんだよね。ダブルタックか、どうしようかな。なんかちょっと回してみる。素潜りが来てるか。スタミナ、メンタルいっか、回す必要ないな。で28個か3タックだってあれでしょ、スタミナでしょ。スタミナ休息メンタルだから、まあ一応ちょっとやってみる。なんか出たね。まあいっか、これで。あ、精神すんげえ入るなカオルちゃんと嵐丸がいるからか。和太鼓演舞、で上高、まあ、一応付き合ってあげるか。体力持ってかれるけどね、これ切るのもいいかもね上高。そういえば3人メンタルに上高、まあ、ここコツがあるからちょっとやりたいね。電池が余ってるから、じゃあいくか。ちょっと1回全員ロックを外すでしょ。スタミナメンタルは外す必要ないけど素潜り的なものがあるからな。休息、あーこれはいいや、これでいこう。スタミナでそこからいいか。あースタミナ来たね。まあなんか発動してるし。3人104、150くらいは入るか。でもこれでね別にスタミナがすんげえ上がるわけじゃないんで。あれクイック、あ、そっか、こいつがクイック持ってんのか。カモンマッスル、これはぶっ倒れちゃう。体力は減るよね。スタミナにやたら来るな。 30% とか。スタミナにそんなに来られても困るんだよな。デートしよう。あれハイスピンジャイロってそういえば取っちゃったんだっけ。あれもう終わったんだっけ、なんか忘れたな。公園に行こう。これは普通敏捷、よし。阿波踊りでまたスタミナか。2人いるね。ただこれはコントロール3人か。24個、5月の4週、これは合わせにいこう。ちょっと待ってね。スタミナとかマジどうでもいいから何にも合わない。おい、いやー、ボーリングとかいいわ。ちょっとボーリング却下。こいつらマジなんなのコントロール。嵐丸1人、合宿がなんか揃いそうは揃いそうだけど、ちょっと待って、ここは3人コントロールでいこう。使うぞ、ここは使うぞマジで。よし、コントロールコントロールコントロールで、もうここがラストだから、あとは6月の1周になるよね。取れるコツはもうどんどん取ってこう。ただ体力がない。練習できる体力がない。守備に1人。寝るか。2周と3周にかけよう。で、取れるコツは取る。クイックも取る。タイピンも取る。対左は1個だけ取っとく。回復も取っとく。緩急取る。玉持ちも取る。黒パイも取る。ほんとこんなんでいいので、寝る。よし、チュンチュンと。まああんまり関係ないけど。うわー、これがここで来たか。どうよ。うん、順調順調。何にもないけど。けん玉。よし、電池を大量に手に入れて、コントロール1人か。よし、変化球3人いる。これはやろう。合わせに行こう、どんどん。コントロール止めとくか、一応なんとなく。いや、止めなくていいか。変化球変化球合宿。いや、もう変化球変化球ってやった段階で合宿は無理だからな。話までなんか発動してるね。ちょっと待って、肩これコントロール、あ、球速か。ってことは嵐丸は変えないといけないからね。眉村が球速とかになってくれればカーリングが来るのか。ちょっと1回だけ回す。お、来た、やった。で、変化球3人。肘爆弾カーリングリリース。これは勝手に進むのか。いる2人。2人は合わせに行こう。これはもう最後だしね。まあ合宿か2人かっていったところか。合宿は合宿にする。球速が合うかもしれないからね。これで合宿は合ってる。ああ、カオルちゃんを急速にして眉村をスタミナにするのか、そういうことね。いや、合宿があったなこれ。いや、どういうこと、もう分からん。あ、急速は上高か、もともと。もういっか、これで。いや待って、12個あるんだろう。12個あるんだったらいけるよな。ちょっともう一回回そう。まずカオルちゃんが、じゃあカオルちゃんが急速になったらダメなんだ。でこれ6を外そう。で、前村はスタミナでいいでしょ。変化球か。上高が変化球にならなきゃいけないのか。球速に合いましたと。で、あと上高が変化球か。よし、これは回していこう。上高、お前は変化球得意なはずだ。オッケー。これで全てが終わった。合宿。ここで体力は減るんだよね。さらにメンタル嵐丸くん、ビビちゃんの評価はもうさすがに大丈夫だよな。これがね、彼女編成なしでいけるんだったらお守りを持ってくる必要がないんで、いや上高切ってもいいかもな。ちょっと経験点を見てみよう。40減るからな。いいね嵐丸。さて試合よ試合、これはもう打ってこう、普通に。別にそんなにこだわる必要はないんで今回は。でちょっと変化球、俺としてはやっぱりね、フォークが使いやすいからね。あとはせっかくだからスライダー上げとく。スタミナがないとね、ちょっと上げきれないから、C にはしたいよね。球速120とか、めっちゃだな。コントロールもいいにしておこう。いや、能力がしょぼすぎるけど、大丈夫か？やっぱりね、変化球5と球速は140くらいは欲しいんだけどね。点入れられてるし。能見くんやる気がちょっとないけど、いや無理か。次誰？一条か。一条がいけるな。ちょっと早かった。これはボール。うおー、真正面に行ってしまった。堀江君パワーはある。いってー、ひどい。平川君は弱すぎる。これはお抜けた。宮園君パワーがなさすぎる。ピッチャーだからしょうがない。おお強いこいつ。ちょっと待って、フォークは嫌だ、本当に嫌だ。これは満塁ホームラン。よーし、抑えろ抑えろ抑えろ。よしよしよし。矢部君、まあ1失点か、しょうがない。で一応タックが来てる。コントロール、まあダブルタックだけどやる気があるからそれなりか。おお、ラブパワーが切れた。さらにここでこれか。体力削られるのは何気に痛いんだよな。メンタルには人はいない。14%、ちょっと無理だな。メンタルに来る可能性が結構高いから、ここは普通にメンタルしよう。カオルちゃんと嵐丸がいるからね。あとは打って打って打ちまくる。超スローボールとか。いや、取るのは取ったね。だいぶ取ったね。荒れ玉とかってどうなの？少し伸びがつく。そういう感じか。矢部君先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面で絶好調だからチャンス三角が発動してない。絶好調だと消えるからね、マイナス能力。パワーがええな。弾道も4あるこいつ。これは入れてくるか。三振男か。ただなるほど、ほら。たまたまうまくいったな。能見君、やる気がなさすぎる。アベレージヒッターすら発動してない。これで力配分だと思ってんだ。力配分でやられてるぞ。葉山君は強いんだよね、マジで。ダメか。うわー、最後に1点入れられた。スタミナ的には投げられてるかな。9回復活があるからね。復活が何にもないか。マジか。スタミナに3人いてもしょうがないしな。メンタルやろう。ちょっとでも点を稼ぐ。よし、やる気アップからの何にもない。もう君たちはここでいいや。やる気組がいるから。でコントロールが上げられるといえば上げられる。どうなんだろうね。火消しってわけでもないけどな。手応えって結構いいと思うんだよね。3アウト目を三振に取った時、次のイニングで能力アップ。次のイニング中は全部能力アップしてんのかな。1人だけとかだったらまあどうかなっていうあれはあるけど、足を押すとまあ関係ない。ホームランを打てば関係ない足など。能見君、どうだ、いけるか。いかないか。あれだけのタイミングでもいかないか。ちょ待って、一条お前やる気がなさすぎる。まったく多いね。だいぶね、点を取るとね、もうそのまま流れていく傾向があるんですよね。なんか知んないけど。本当にタック来ないね。何なの。文部か。文部はね、マジでやだ。こいつら本当ストレート投げてこないからね。変化球中心とか持ってるわけじゃないよね。2点取られてるし。葉山君、あ、投げてきた。しかもまた点を入れられてる堀江君。普通に投げてくるわ。内野君足が遅いけど、なんだこいつ、なんか持ってんな。フルヒッターか。これ入ってくる、入ってくるね。これは入ってこない。どうだ、フルヒッター。あんまり発動してるんだかなんだかよくわかんねえな。平川君はね、さすがにね、弱すぎる。宮園君はまだ変えられない。それ4回だからか。完全にへばってんな。スタミナがないからか。 F だもんね。出動してくれるのはいいんだけど、真ん中に来ない。これはこれは入れてくる。うわ、超際どい。マジかよ。粘ろう。どうだ。なぜか後ろにそらした。葉山君はいける。こうか。これはボール。スクリューか。犠牲フライで矢部君、さっきは絶好調だったのに突如としてやる気がなくなった。追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面。まあ水戸がでかくてパワーが T やれば無理か。ほら。よし。おお、3点取られたけど投げ切ったね。まあ、とりあえずね投げ切ってくれればまあまあまあそれなりにポイントは入るんで。さて最後タックがある。変化球1人、メンタルに2人結構あるね。2人入れば精神ポイントがめちゃくちゃ入る。あ、そうだ、ここはアンドロメダだった。しかし嵐丸はこっちにいる。これどうしようかなまあいっか、打ってこう。スライダーとタイピンとかはもうすでに取ってくからね。もうこれは投手に変えちゃっていいか。あとは要所とか技術が結構あるから、順の火消し別に火消しってわけじゃあれ玉つかもう。いやもうここまで来たら基礎能力上げていった方がいいと思うけど、まあいっか。球速を上げてもしょうがないんだけどね、査定的には。まあでも査定とかも関係なく経験点がね本当に全てなんで、作チャレは。ブレインバス追加点のチャンス。開いてこう。打ちました。ピッチャー返し抜けた。やべ、ヒットを放ちました。能見君もアベレージヒッターだからちょっと開いていこう。打ちました。ファウル。サードランナーちらってみた。打ったい当たりだ。とダメか、正面に行ってしまったな。内野君。どうかよ。今日はサードフライと三振。第2球投げました。打ちました。無理か。おお。足 G のくせに頑張ったな。第2球。ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。どうだこれは。すげえいいとこに転がったな。ランナー2人を置いて迎える。ただ下位打線だからな。投げました。初球打ちました。よしよしよし。ポテ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 打ってこう。葉山君は一発狙える。お前ならいける。無理か。はあ、やった。落ちた。やべえ、お前もいける。チャンスバツだけどいけるはずだ。よーし。チャンスバツっていうかチャンス三角か。5点取られてるし。試合でのね経験っていうかねやっぱり厳しいんだよね。サクッとやろうとするとねやっぱ負けるからね。そこがねやっぱ投手のストレスになるところですよね。でまあ適当に中継ぎでいっか。であとはね彼女キャラを入れるかどうかっていうところも、まあ、ビビちゃん入れればね電池の補充になるんでそれは全然いいんですけど、タッグを組むっていう話になるとね彼女キャラは入れない方がいいんだよね。まあ、最後のエピローグ経験点はでかいといえばでかい。これは悩みどころだね。まあとりあえず7300か。まあ出たのは出たね4人タッグとかはあんまり絡んでないけど3人タッグとダブルタッグをそれなりに組んだ結果かな。まあとりあえず7300が出たんでうまくいくと多分8000以上とか余裕で出してくるよね。多分ハマれば1万超えるんだろうな普通の経験点で。そうするともうちょっと勝負にならないからな。まあ、ここら辺も適当でいいや。ツーシームでも取っとく。球速でも上げとく。よし、これリア。まあ、別にね、能力は関係ないんで。という感じで、まあ、一応7300は、まあ、出たは出たけれども、自分は投手はね、厳しい気がするんですよね。一応ちょっと野手の方でも、内野で組んでみて、どれくらい出るかをちょっと試していきたいと思います。ただまあブレインマッスルはね本当にどれだけ本当にあれなんだよねあへれるかっていうところがポイントになると思いますので、まあ、ここもちょっとやり込みの時間は必要になりますねというところで今回はこれで終了したいと思います。あ、そうかそうかそうか、三田村くんね、三田村くんはイベントはいいですね。イベントはいいですけれども、やっぱりやる気効果アップがないので、重なった時に、まあ、どれだけ伸びるかっていうのはあんまり期待できないんですけれども、イベント内容はいいんで全然使っていっていいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。また Twitter では Twitter 限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。